当時アストラゼネカ社は世界に向けて20億回分のワクチンを供給するということを約束していたわけでありますが、内訳をご覧になっていただきますと、全部足し合わせたら20億超えて日本の分なくなってしまってるんです。ぼやぼやしているうちに海外とのワクチン競争に負けてしまって日本の分がない。それが昨年の6月から7月の状況でありました。どうしてこういうことになったのかということを調べてみると、政府に対して使い勝手のいい予備費を10兆円も準備していたにもかかわらず、ワクチンのために使うということを政府全体として意思決定していなかったもんだから、厚生労働省がいつまで経ってもワクチンメーカーと本格的に交渉を開始することができず、ずる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 時間だけが過ぎてしまっていたということになります。政府がぼやーっとしているのであれば、公明党がお尻を叩かなくてはなりません。もう一回参議院の予算委員会、 NHK のテレビの前で質疑に立ちました。予備費が10兆円もあるんだったら、ワクチン確保のために使えばいいじゃありませんか。このように申し上げまして、当時の稲津厚生労働副大臣が政府の中でいち早く予備費を使ってワクチンの確保に果断に取り組んでまいりますと答弁をしてくださったおかげで、この瞬間から日本は巻き返すことができて、今のワクチンの確保に至っています。翌日、アストラゼネカ社の皆様が、これたまたまだったんですけど、公明党の会合にお見えになりました。ニコニコされているのがお分かりになりますか。これまでうんともすんとも言わなかった厚生労働省が、前日のお昼から急に交渉しようじゃありませんかと言ってきたそうであります。改めて日本はここから交渉を本格的に開始して巻き返すことができて、ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社、人口を超える1億5700万人分のワクチンを確保することができて、順次ワクチンの接種が行われているということを大変嬉しく思っている次第であります。日本向けのワクチンが確保できたからもうそれでいいじゃないかと言われたら、そうではないんです。仮にワクチンを確保することができなかった海外で大流行が起きたならば、変異株が生じる可能性があります。今変異株が起きておりますが、それは全て大流行の後に発生をしているものであります。よってその変異株がもしもワクチンの効果を失わせるような変異が起きてしまったならば、ワクチンを打った意味がなくなってしまうということになります。よって世界の皆様と足並みを揃えることはとても重要であり、その枠組みをCOVAXファシリティといって、世界の各国とワクチンを共同購入する仕組みがあります。しかし当初はアメリカが不参加、中国も不参加、ロシアも不参加、先進国が全く入らないような状況で、日本がどの先進国よりも早く参加を決めるべきだと主張して政府に働きかけたのは公明党であります。政府も最初大変嫌がっておりましたが、押し倒すことができまして、日本が一番にこのCOVAXファシリティに参加を決めたことで、迷っていたヨーロッパが参加を決めて、日本とヨーロッパが参加を決めたのなら仕方がありませんねとアメリカ、中国が参加を決めて、このCOVAXファシリティ仕組みとして整いまして、今順次手続きが行われているところであります。この公明党の活躍に、なんとビル&メリンダ・ゲイツ財団から、公明党がいなかったらCOVAXファシリティは成り立たなかったとお礼状もいただいたところであります。大変珍しいことであろうかと思いますので、ご報告をさせていただきたいと思います。新型コロナウイルス感染症との戦いはまだまだ続きます。今大切なことは、皆様方からいただいたお声を迅速に的確に
形にすることができる能力が求められております。公明党がこれからもコロナ対策のど真ん中で仕事をすることができるように、変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますように、何卒よろしくお願いを申し上げます。